ってことらしいで。佐々木さん！どうする？え？おい、聞いてたか？かわいい。ひまちゃん！シーシーが1時間遅刻するんやって。シー。まあ、今日はそんな急ぎはないし、どっかで待ってもええかもな。かわいい。なにこれ？どうなってるんだ？お出かけ？ここは、駅。マスカ、聞こえますか？水戸さん、私待ち合わせしてるライマーと。委員長。寄せてて草。え？ん？どっかに委員長おった？かわいい。おらんやん。かわいい。幻覚か？いいなぁ。幻覚、いや、幻聴。幻聴ではございません。いや、わかるよね、ほんと本人といけ。しかし、私の声はゼさんにしか聞こえないのであしからず、私に話しかけたい場合は心で語りかけてくださいね。水戸さん、心の中の水戸さん、ここはどこ？さっきまでの教室は？私はちゃんと教室にいますよ。教室から遠隔通信してるってこと？どうやらゼさんは水晶の中の世界に閉じ込められてしまったみたいです。そんな、え、ここって水晶の中なの？閉じ込められた？さよう。どうやら占いが終わるまでその空間からは出られないみたいです。でも大丈夫、私がちゃんと水晶からの脱出をサポートしますからね。そんなめちゃくちゃな。諦めな、シーナはこれが通常運転やよ。リゼちゃんはシーシーと遊ぶの2回目やったっけみたいな。え、シーナさんと2回目なの？1回遊んだことあるんだ。この世界線の私、何してる人なんだ？その時もシーナ寝坊で遅れたらしいな。うん、どうやら水晶の世界ではそういうことになってるみたいですね。ではここでクエスチョン。あなたは、あなたの友達が2度目の寝坊遅刻をした。集合時間に1時間遅れて到着するらしい。何の感情も湧かない、多かれ少なかれ怒りの感情は湧く。2度目の寝坊遅刻か。1時間でしょ？ま、1時間なら正直私、何の感情も湧かないから。その間にあの用事済ませられるなとか、って風になるタイプ。あ、でも場所にもよるかな。周りに自分の用事をこう潰せそうなものがなかったら、マジかここで1時間かとはなるかも。だけど基本はまあ何の感情も湧かないかな。その間じゃあやれることやるかぐらい。本当に？お？どういうこと？相手が椎名だからその選択肢を選んだわけではないですよね。なるほど。このゲームをプレイしてるのはおそらくファンだから、シーシーの遅刻か許しちゃうってならないかどうかってことね。え？でも実際遅れてくるのはシーナさんでしょ。あくまでこの水晶が見せているのは例題なんです。つまりはシーナユイカが遅刻することを想定して選択肢を選ぶのではなく、あくまであなたの友達に置き換えて考えることが重要なんです。なるほどね。あくまで自分の友達。73ぐらいで何の感情も湧かないかな。ふむふむ、何の感情も湧かないと。うん、OK です。ま、しゃあないからどっかで時間潰すか。あ、ひまちゃんも多分そういうタイプなのかもね。さやな。いや、だってこの3人で1時間とかもうそれ時間潰すじゃなくて本来の遊びだよね。駅の中に暇潰せる場所あるかな。で、行くぞ。かわいい。うん、馴染んでる。こんな風に水晶の中のライバーたちが織りなす世界が展開されていきますが、質問文はあくまで自分の置かれた環境や交友関係に変換した方が正確な結果が出るということです。これはギャルゲーじゃなくて、すいません、タイプ診断なのでね、ごめんなさい。ちょうどいいカフェあってよかったな。そうやね。怖い。お、普段よく来るチェーンのカフェだ。水晶の中の店ってなんて名前の店舗になるんだろう。ちょっともじったりしてんのかな。
お腹ペコペコやわ、何頼もう。かわいい。うちはアイスティーにするわ。レモンチーじゃないっていうか。絞ってあげますよ佐々木さん、私がレモン。どれくらいやりますか？4個ぐらい。じゃあひまパスタにする。かわいい。ゼア、リゼちゃんはどう、ゼアどうする？はいはい、ここでクエスチョン。はい。定期的に行く食事所では数個の気に入った料理をローテーション、同じ料理ばかり頼む。毎回違う料理を注文するようにしている。まあでも基本は毎回違う料理を注文するようにしてるかな、多分。じゃなくったら A だけど C かな。うん、なるほど。では今回も普段とは違うものを選んでみてはいかがですか？何があるんだろう。お待たせいたしました。アイスティー、本日のおすすめパスタ、ココアソーダになります。ココアソーダ、きたきた。あ、シナさん、あ、ちゃんと飲んでる。かわいい。はい、もしもし。もしもし、もう少しで着きそうやわ。今どこ？水晶の。は？水晶？あ、いや、駅の中のカフェにいるよ。オッケー、多分もうすぐ着くと思うよ。ちぼぼぼぼぼぼぼ、聞いてないな。あ、で、そのスマホ。え？ここでクエスチョン。自分のスマートフォンを見てください。はい。本体やフィルム、ケースにも傷一つない状態。保護フィルムやケースは傷ついているが、本体は無傷、本体が割れている。三択だね。私、どれも傷一つない状態。どっか傷ついたら変えちゃうか直しちゃうな、すぐ。いつも身につけて触ってるものだから、見るたびにいやー割れてるって思うのが嫌なんだよね。ちょっとそれだけで憂鬱な気持ちにならない？いつも戻るボタンの付近とかちょっと割れてるなあ、ちょっと割れてるなあ、ちょっと割れてるなってなんない？まあ、そこまで発狂はしないかもしんないけど、みんなめっちゃ綺麗な状態やな。え、でも普通そうじゃない？うちの前で言うか。え、佐々木さんどうだった？スマホケースしてなかった気するぞ。壊してたんかな。いや、ケースしてたこともあるな。佐々木の方はバッキバキやな。まあ、鍛えとるからな。何を？スマホを。かわいい。ん？気づかんかったけど、うちも椎名から連絡来てたわ。おう。配信があるとかで通知切ってるとたまに LINE 埋もれてまうよな。あるあるだね。でとかも埋もれてたりせえへん。おっと、 LINE の話が出てきましたね。ここでクエスチョン。あなたの LINE の未読はどのくらい溜まっていますか？オープンチャットやボットのつく。これはね、 LINE 未読チキンレースというミトさんの動画を見ていただきたいですね。基本的にゼロ件です。未読は基本すぐ開けます。すごいな、ひまは妖怪にできひんわ。でもひまちゃんも別に返信滞ってるとかってことないと思うけどね。未読があると気にならない？だんだんプレイヤーが私に近づいてきたな。まあ逆に気になる時もあるよな。何にも逆じゃないけど。あ、シーナさんだ。会えないと思ってたわ。すいません。お、シーシー来た。おせえぞ、怒ってる。かわいい。楽しい、このゲーム。ごめんごめん。シーシーは相変わらずのタイリーち、タイニー、それそれ、タイニーやな。別に、私、そんなちっちゃないけど。ん？あ、ちゃうわ。平ら？あ？佐々木さん、佐々木さん、顔色が。平らでもないけど。もしかして、タイだ？あーあー、なるほど。せや、シーシーはタイだやな。ここでクエスチョン。あなたが一番色濃く持ってると感じる7つの大罪は、これなんて答えたかな。傲慢か強欲で悩んだはず、きっと。
まあでも強欲だろうな。A、B のどっちかだろうなと思うけど、まあ強欲だろうでしょうね。まあしょうがないこれは。え、でもしょうがない、だって勝つまでやるもんだよ、勝負っていうのは。ギャンブルっていうのはそういうもんだ。え、おもろ。でも平が椎名さんだとしたら、フンヌ佐々木さんだよね。二次三次七つの大罪。ひまわりさん、ひまってやは暴食。リリムさんさっきマスだし、色欲とかよくない？色欲のリリム。傲慢ってわけじゃないけど、なんかお嬢様プライドっぽいのがかっこいい、似合うかっこいいのリオンさんだよな。いいな。嫉妬わかんないな。嫉妬っぽい人いるか？二次三次ライバーにそんな嫉妬深い人いる気がしないわ。誰だろう。アンジュ、別にアンジュ嫉妬なの？知らないけど。わかんない。色欲は歌子さん、あんまそういうのもあるかもしれない。あ、カザキさん、なんとなくカザキさんわかるな、イメージ的に。あるかもしれんな。よし、じゃあ私は強欲で、ほい。嫉妬はあんまりピンとくる人いないけど、では、こう、強欲って感じやな。急にえらい偏見ぶっこんできたな。あー、でもなんか明るわ。で、ひまちゃん、うちら今日はどこに行くん？そうそう、あたしら何も聞いてへんやん。あ、そうそう、みんな今日はひまについてきて。どこ行くんだろう。超絶戦線恐々大拷問迷宮が今日までやねん。なにそれ、超なんて、超絶戦線恐々大拷問迷宮やけど、へっ、今からうちら拷問って名のつく場所に行くんか。震えてきたわ。今年オープンの超ド級お化け屋敷、怖すぎて事前に誓約書書かなあかんねんて。いや楽しみやな。戦慄迷宮みたいなこと。じゃあ私は帰らせてもらいますわ。あ、じゃあリズムを帰らせてもらいますわ。バイバーイ。あ、シーシーも行くんやね。でもひまとお化け屋敷行くよな。待って、目から光消えてる、怖いよ。ちょっと待ってね。ここでクエスチョン。ホラー系のコンテンツに対する姿勢で一番当てはまるものは、怖い話などを聞くのも嫌だ、怖い話などは大丈夫だがびっくり系には弱い、ホラー系全般に対して耐性がある、ホラー系のコンテンツが好きで自分から手を出すタイプだ、 A の怖い話などを聞くのも嫌だです。一人になった後に忘れられなくなる、無理。よし、じゃあ自分も帰らせてもらって。ひまちゃん、ひまちゃん、もうすでに怖い。映像リズ、尊重して反対を。って、あ、ん？キャー！シーナさん特有のガチ悲鳴。なに？シッシー、まだお化け屋敷はないで、気が早いな。違う。ギャー！佐々木さんの腹から悲鳴。なに？なになに？私？あ、で、消えかけとるやん。なになに、どういうこと？どうやらこの世界でやれることは終わったみたいですね。あなたの体が消えかけています。見たいんじゃ。ってことは現実の世界に戻れるんだよね。うん。え、しゃあない、お化け屋敷は3人で行くか。見たいんじゃ。ひまちゃん順応早すぎやろ。おい、ぜ、しっかりしろ。こういう時佐々木さんは割と私のことを心配してくれる。佐々木